着物の女と狩り犬の男。私の父親は山好きです。当然山関連の友人も多く、私も山へ行くたびにそうした方々と話をしました。そしてその友人の中に A さんという方がいます。私が彼と最後に話をしたのは高校生の頃です。高校卒業後、進学の関係で地元を離れてからは一度も会ってない上、結構な年齢に達していたはずなので、今は亡くなってしまっているかもしれません。A さんは県内でも山深い山村の出身で、実にいろいろな話を知っていました。私にもたくさんの話を教えてくれましたが、その中でも特に印象深い話をさせていただこうと思います。A さんが少年の頃、戦前のことですが、山で罠を仕掛けては、タヌキやキツネ、イタチなどの小動物を取っては、皮を剥いで売っていたそうです。当然今では許されないことだと思いますが。そんなある日のこと、A さんはいつものように仕掛けた罠を見回りに山へと入りました。取らぬタヌキの皮算用をしていた A さんですが、その日の収穫はゼロ。すっかり気落ちした A さんは、元来た道を引き返し始めました。ところが、通い慣れた道、目をつむってでも帰れる自信のある山道であったはずなのに、周囲の風景がまるで違うのです。どこかで道を間違えたのか。いや、そんなはずはないんだが。A さんは見覚えのある道を探し始めました。が、行けども行けども知らない場所ばかり。そうこうするうちに日も暮れ始めました。これはいよいよまずいぞ。下手をしたら山で夜を明かさないといけない。なんとか元の道に出ようと必死になりましたが、すべては徒労に終わりました。すっかり暗くなった山の中で A さんは途方に暮れました。ところが、耳を澄ませると、どこからか人の話し声が聞こえます。最初は幽霊か何かと思ったのですが、よくよく見渡せば、遠くに明かりも見える。閉めた、人がいる。今日はあそこに厄介になろう。A さんは明かりを目指して、歩き始めました。やがて明かりのすぐ目の前まで来た A さん。焚き火がチロチロと燃えています。焚き火を起こした主に事情を説明しようとしたのですが、そこで言葉に詰まってしまいました。焚き火の前には二人の人がいました。どちらも女性で、焚き火を挟んで向かい合い、何事かを話しています。二人はとても美人で、豪華な着物を着ていました。綺麗なのは大変結構なんだが、でもどうしてこんな山の奥に女性が二人きりでいるんだろう。何も話せずに突っ立っている A さんに、片方の女性が、そこでは寒いでしょう。近くで当たりなさいと、優しく声をかけてくれました。A さんは無言で火の近くに行くと座りました。二人は相変わらず話を続けています。そこで A さんは変なことに気づきました。目の前の焚き火なのですが、確かに燃えている。燃えてはいるが、薪がない。また音も全然ない。ただ地面の上で火が燃えているだけなのです。こんな火などあるものか。きっとこの二人は人ではない。タヌキかキツネか知らんが、きっと化かされているのだ。これは大変なところへ迷い込んだものだ。せめて怒らせないように気をつけないと。さっきまでは人がいて助かったと思っていた A さんは、急に心細くなりました。とにかく目の前の二人は人でないことは確かだ。下手をすれば命まで取られかねない。すると突然、お前は〇〇のところの A でしょう、と声をかけられました。先ほど声をかけてきた女性が、いきなり話しかけてきたのです。なんで俺のことを知っているのだ。内心ビクビクしながら、正直に答えようかどうか迷いました。正直に答えたら、食われてしまうかもしれん。なんせ今まで俺は、結構な数のタヌキだの、キツネだのの皮を剥いでいるんだ。こんなところで仲間の敵討ちなどされたら、逃げようがないじゃないか。すると女の人は続けました。隠さなくてもいい。こちらはお前のことをよく知っている。お前の父や母のこともよく知っている。A さんは何を言われているのか全然わかりませんでした。俺の父親や母親を知っているってどういうことだ。あまり子供を驚かせるものじゃない。見なさい。怖がってるでないの。もう一人の女性が答えに詰まっている A さんを見かねてか、助け舟を出してくれました。彼女は続けて話します。私たちに化かされていると思っているみたいだけど、決してそんなことはしないから安心しなさい。明るくなってきたらね、道を一つ越えて、さらにずっと降りなさい。そうすれば村への道に出られるから。なんとか A さんは声を出しました。なんで俺のことを知っているんですか？二人は誰ですか？すると二人はそれぞれ名前を言いましたが、やたらと長くて難しい名前でした。立派な名前ですねと言うと、二人は笑って返しました。そして、私たちは皆こんな名前だからと言いました。やがて夜も明けてきました。すると、そろそろ山を降りなさい。さっきも言ったけれど、ここをまっすぐ降りなさい。途中で細い道があるけれど、そこは行ってはいけない。その道を越えて、さらに下へと降りなさい。その細い道は何の道なんですか？ A さんは質問しましたが、知ってもしょうがないことだから、と返されるだけでした。二人に別れを言い、A さんは山を降り始めました。降りる途中、後ろを振り返りましたが、すでに明かりは消えて、人の気配も消えていたそうです。女性に言われた通り山を下った A さんですが、さっき言われたような細い道が見えてきたそうです。ここを下った方が早く山から出られそうなんだけどな。そんな考えが頭をよぎりました。行ってはダメだと言われたけど、見た目は全然普通の道だし、この道を下ってしまおう。そう思って踏み出そうとした時です。道の奥から人が一人歩いてくるのが見えました。なんだ、俺以外にも人がいるじゃないか。やっぱりさっきの二人はキツネかタヌキだ。この道を無視してさらに下ったら、滝壺なんかがあるに違いない。危ない危ない。騙されるところだった。そう思いながら、道を歩いてくる人に声をかけようとした A さん。が相手の姿を見て、絶句してしまいました。見た目は確かに人でした。そして昔の貴族の従者が着ているような狩り絹を着ていました。しかし A さんが驚いたのは、その人の服装ではありません。その狩り衣を着た人物。袖から出ている手足に、皮膚もなければ肉もない。要するに、白い骨がむき出しになっていました。また顔には、目の部分だけに穴を開けた木の面をかぶっています。その下も白骨であろうことは当然予想できました。そいつがふらふらと道を歩いてくる。なぜ白骨が歩けるんだ。これこそおかしいじゃないか。A さんはとっさに茂みに身を隠しました。逃げようとして下手に動くより、藪に隠れてやり過ごそうと考えたのです。その白骨は相変わらずふらふらと歩いてきます。そしてよくよく見れば何かを引きずっているようでした。その引きずっているものを見て、A さんは再度仰天しました。足に縄をかけられた白骨でした。しかし引きずっている奴が狩り衣を着ているのに対して、引きずられている白骨は立派な着物を着ています。おそらく貴族か何かなのでしょう。A さんが推測するに、狩り衣の男は主殺しをしたのではないか、とのことです。ここで言う主とは、引きずられている貴族風の白骨。その従者たる男は、その罪のために死罪となったのではないか。が、当時の A 少年は、そんなことを考えるほど余裕がありません。ただただ、頼むから気づかれませんように、と願うのが精一杯でした。やがてその白骨は A さんの隠れている茂みの前までやってきました。そしてそのまま通り過ぎてくれるかと思いきや、そこで立ち止まって周囲を見渡し始めました。しまった。気づかれたか。狩り絹の白骨は縄を持つ手とは逆の手をそろそろと腰の刀に伸ばします。もはや一刻の猶予もなりません。見つかるのは時間の問題であるように思いました。いや、すでに見つかっているのかも。じっとしていても見つかる。ここは一か八か、やるしかない。A さんは声にならない声を上げながら藪から飛び出し、一足飛びに道を飛び越えて転がるように山を降り始めました。後ろからは、刀が空を切るような音がしましたが、振り返る勇気などありませんでした。つまずいたり転んだり、枝に顔を打たれたりしながらも必死に山を下り、気づけば自分の住む村のすぐ近くの道に出ていました。日はすっかり昇っていましたが、それでも安心できずに村まで駆けていきました。村では、A が消えた。神隠しにでもあったのではないか、と話し合っている最中でした。A さんは、事の次第を両親に話したそうです。それを聞いた両親は、山の神様が息子を守ってくださった、と大層喜んだそうです。また二人の女性が話した自分の名前ですが、一つは、村の近くにある山。もう一つは少々遠方だが、有名な山にいる神様の名前ではないか、とのことでした。狩り衣の男と貴族の白骨に関しては、両親も全く知らなかったそうです。A さん自身もいろいろ調べてみましたが、結局わからなかったそうです。もし A さんが女性の言うことを聞かずに、最初の道を行ったらどうなっていたか。もし狩り衣の男に捕まっていたら、すべては闇の中です。